早速シャチのトレーニングに目を移してみましょう。こちらの広いプールには一頭のシャチがやってきています。さあ、そしてそのシャチはある場所へと向かっています。皆さん、大型画面をご覧ください。今、青のドアップを披露しているシャチは名前をアースと言います。アースは現在12歳の子供のオスのシャチです。ラジオスタジオ、ありがとう。そして今回の公開トレーニングはアースが頑張っていきます。皆さん、アースへの大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございます。さあ、続いてはアースがジャンプへと出発です。勢いよくプールの深いところまで潜ります。さあ、どこでジャンプを決めるでしょうか。アースはプールの左側でジャンプです。バスケ、とても高いジャンプを決めています。もう一度、アースの2回連続ジャンプが決まりました。さあ、それではアースが豪快なジャンプを決めたところで、ここからはシャチとは一体どのような動物なのか、こちらの大型画面を使ってご紹介します。それでは大型画面をご覧ください。シャチは世界中に80種類以上生息するイルカやクジラの仲間です。赤道付近の暖かい海から南極や北極といった冷たい海まで世界中の海に生息しています。世界中ということで、もちろん日本の周りにも住んでいます。実はここ名古屋にもやってきたことがあるんですよ。こちらは2000年のニュースの映像ですが、この時水族館の近くを流れる堀川を熱田神宮の近くまで泳いでいたんです。さて、そんなシャチたちですが、海では一体何を食べているのでしょうか。シャチは魚を食べます。イルカやアシカ、アザラシも食べます。また可愛らしいラッコやペンギンも食べます。そして時には自分たちよりも体の大きなクジラを群れで襲って食べたり、サメさえも襲ったりします。世界中の海に生息し、海のいろいろな生き物を食べてしまうシャチは、まさに海の王者にふさわしい生き物です。それではもう一度トレーニングの様子を見ていきましょう。トレーナーとアースはこちらのステージまでやってきました。さあ、ここからは何を披露するでしょうか。さあ、今度はアースがトレーナーの合図を見ると、大きな尾びれを上下に
は噛まずにシュッと丸飲みにしはめているんですよ。まあ、続いてアースが一方の胸びれを見ています。シャチの特徴の一つであるあの丸い胸びれの中には私たちと同じで5本の指の骨が入っています。胸びれの役割は泳ぐ方向を変えたりブレーキをかけるときに使っているんですよ。さあ、そしてシャチには興奮が2つ目があります。背中の真ん中についている三角形の形をした背びれと今からアースが大きな尾びれを披露します。さあ、とても大きな尾びれを振っていますが、アースの現在の尾びれの幅は1m70cm もあります。あの大きな尾びれを上下に振ることによって豪快なジャンプをしたり、またはプールの中を速く泳ぐことができます。アースの再びトレーナーから褒めてもらっていますね。11歳とはいえまだ子どものシャチですが、1日におよそ50キロもの餌を毎日食べているんですよ。続いては皆さん、シャチのお腹の真ん中にご注目ください。さあ、今トレーナーが指を指している部分、あそこはシャチのおへそです。シャチたちは私たちと同じで哺乳類ですのでおへそがあります。でもこの姿勢、シャチのおへそを見るための姿勢ではありません。ある健康管理にとても役に立っている姿勢なんですが、皆さん何に役に立っているか分かりますか？それではその様子を大型画面にお願いします。実はあの仰向けの姿勢でシャチの体温を測っています。シャチの体温は飼っているトレーナーが差し出している細いセンサーをシャチの肛門になんと50cm も入れて測ります。シャチの体温は35度から36度くらいと私たち人間とそんなに変わりません。ここ名古屋港水族館では朝と夕方にシャチの体温を測って健康管理に役立てています。さあ、ここからアースが仕事をする場所によってはお客様の方に大量の海水が飛んでくることがあります。非常に濡れることもありますので、濡れては困るお客様は今のうちにご移動をお願いいたします。アースが今からジャンプをしようと思ったんですが、アースが奥のプールへと戻っていきましたね。アースくん、どうやら左奥のプールのさらに奥のプールが気になって見に行ってしまいました。実は今アースが見ている方向には2頭の親子のシャチたちも住んでいます。今同じタイミングでトレーニングを行っているので、そちらが気になって今見に行ってしまいました。アースくん、気になることは終わったらこちらの広いプールにもう一度帰ってきてくれるでしょうか。さあ、柵越しにトレーニングを行っているのでだいぶ気になりますね。さあ、じっくりとアースくん見ています。さあ、トレーナーは左側で待っていましたが、アースくんを今から迎えに行きます。アースもチラチラとトレーナーのことを見ているんですが、だいぶ気になってしまったようですね。さあ、もう一度ここからトレーニングに集中してくれるでしょうか。さあ、トレーナーも行く位置にはやってくることができるでしょうか。アースくん、見るのをやめてまっすぐトレーナーのところへと戻ってきています。さあ、もう一度トレーナーと前に戻ってきて、タイミングを合わせていきます。さあ、トレーナーから今ジャンプの合図が出ました。さあ、奥のプールを気にしながらもジャンプに向かいます。大きな尾びれを力強く上下に振ってトレーナーの近くでジャンプ。
速でジャンプしますよ。すぐ近くやろうと思います。